ましょう。はい、こんにちは。今回はスティープをやっていきます。ちょっとね、サイバーパンクをやって疲れちゃったので、ディープでリラックスをしていこうかと思います。なんかチャレンジ、やるのあるかな。もうだいたいめんどくさいようなやつしか残ってないんですよね。まあ適当にパラグライダーでぐるぐる回っていきましょう。まだインタレストポイント見つかってないところがあるみたいですけど、まあ隅々まで回るのもね結構大変なので、まあ、適当に流していきましょうかね。ちょっと待ってよ。時刻と環境を変えましょうか。これぐらいにしようかな。はい。じゃあもう一回行きましょうか。なかなか最近新しいゲームが発売、対策とかはねあんまり発表されてないですけど、まあ開発とかにね遅れが結構出てるんだと思いますね。なんか UBI もまたいくつかゲーム、発表を発売を遅れるっていうなんかニュースがありましたけどね。他のゲーム会社も同じような状況なんでしょうね。結局なんかそのPS5 でやりたいゲームはないし、で興味があるゲームといえば、まあ、今これから発売されるゲームとしては、まあ、マスエフェクトのなんだっけ、まあ、リメイクですよね。それぐらいしか興味が引かれるのはないんですが、でもそのマスエフェクトにしても別にPS5 でやりたいっていうわけじゃないし、まあ、PC でちゃんとその日本語版が出るのであれば PC でやればいいかなっていう感じですよね。
まあ、ライダーズリパブリックがね、その発売されれば、フィードバックとかいい感じになるかもしれないですけど、どうなんでしょうかね。あー、 Xbox のゲームパスはちょっと気になってはいるんですけどね。まあ、PC でできるゲームも結構多いんで、で、あれですね、ウォーハマー 40K の、船、宇宙の戦艦ゲーム、なんだっけ、バトルシップアルマダ、忘れちゃった、なんかそんなやつ、アルメイダか、あるんですけど、まあ、日本語化できないですよね。今のところそういう動きがないので、 Xbox のゲームパスの PC の方に含まれていたと思うんですけど、まあ日本語化できないんならやらなくてもいいかなっていう感じですね。デッドスペースがね、もしその、Xbox のそのゲームパスに含まれてたら、EA のあのオリジンでできるんですけど、PC 版はまあ英語しかなくて、それは、ゲームパスには含まれてないんですよね、EA パスとかには。まあ昔一回やったゲームだし、結局ねそういうことになっちゃうんですよね。なんかリメイクとかしかないんですよね。まあライダーズリパブリックもしばらく先になりそうですし、春ぐらいにね、マスエフェクトが発売されるので、まあそれまで今やってるストラテジーとかね、それ系のあとインディー系のゲームとかでね、楽しんで置いてっていう感じでしょうかね。シビライゼーションもまあ今のところこの動画を収録している、段階ではまだチュートリアルをねちょっとやって、まあセーブができなかったんで途中でやめたんですけど、まあ普通にね、ストーリーモードというか一つの、文明を選択してで始めていけば、まああれも結構長丁場になると思うんで、アルファケンタウリを目指してね、まあ戦争しないっていう方向でも全然いけるんで、まあ敵が攻めてきちゃったら防衛しなきゃいけないんで、そのなんていうかな、一緒に
同じフィールドにいる 文明のこう敵対度次第なんですけど、まああれもぼちぼちやっていこうかなと。でイージーオブエンパイアもね、ストーリーモードを一通りやって、その後なんか、まあ、日本はねそのあんまり魅力的じゃないんですよねあの侍とかねそういうユニットはいるんですけど、それほどその楽しくないんで どっかねこうインドとかねそういうオスマン帝国とかあの辺とかを使って、まあストーリーモードが終わったらね、そういうところもやっていこうかなと思いますけど、今やってて面白いのは、まあ、ドントスターブはね、まあ、死んじゃうんでちょっとまだあれですけど、でも結構面白いですね。であとキュリオスエクスペディション、あれはすごく面白いですね。いろいろこう数値の管理がまだねレベルが低いのもあってか、小気度の管理が難しいんですけど、いろいろ冒険してねレベルも上がっていけば、多分なんかもうちょっと冒険も楽になるんじゃないかなと思いますか。なかなか面白いですね。絵柄も綺麗で可愛いですし、キリオスエクスペディションは結構いい感じのゲームでしたね。まああとクラフトとかでこうサバイバルしていくゲームは割と好きなんで、そういうのは探して良さそうなのがあったらやってもみようかなと思いますけど、まあちょっと今考えてるのは、危ない当たりそう。まあ女神転生系を続けていきたいんですが、まあちょっとねそのなんていうかな、完全にこうネタバレしちゃう配信はしないでくれっていうのがアトラスの方針なんですよね。なのでまあやっても最後までは配信できない感じだと思うんですよね。まあでやるとしたらそのまあ女神転生3に関しては、PS4 から今やるしかないんですけど、 PS4 からの配信だとねちょっとその録画のコントロールとかねそれがめんどくさいし、まあ、画質もそれほど良くないんで、その辺がちょっとネックですね。まあ PS5 が手に入ったらその、まあ、4のゲーム多分プレイできますから、それからかなと思ってたんですけど、まあS4 でやっちゃうかな、どうしようかな、迷うところですね。まあその前に、アバタールチューナーをねクリアしちゃった方がいいんですけど、ただまあアトラスの方針に従えばラストのネタバレとかは配信してほしくないようですから、
まあでもアバタルチューナー2をやり始めた時点で1のネタバレにはなってしまうんで、その辺はどうかなとは思うんですけど、まあ1は全部クリアしましたしね、どうしようかなと思ってますけどね。あと気になるのはその新女神転生に関してはその5が出るってことになってるんですけど、今のところ新女神転生5は、スイッチでしか発表されてないんで、でおそらくその新3を出したっていうことは、まあトレーラーとか見たら分かりますけども、3と5は関連が強いみたいなんですよね。でそうなるとその3のデータを引き継ぐっていう可能性が出てくるかなと思うんですよね、わざわざ3を出したっていうことは。となるとスイッチ版をプレイしないと5は引き継ぎができないんじゃないかと。で今のところ PS4 なり5なりで、新5を、出すっていうアナウンスはないので、となるとスイッチでクリアしておかなきゃいけないと。ただスイッチをね今配信する方法がないので、まあ、キャプチャーボード外付けのとかね買えばいいんですけど、危ない、あーぶつかっちゃった。そこまでしてスイッチでやる、この話何回かしてるような気がしますけど、スイッチってちょっとね扱いづらいんですよね。まあでもそのキャプチャーボードを購入してしまえばその PS4 でやる場合でも録画とかもできるんでね、キャプチャーボードから OBS 経由でやれば一回、まあ、ストリーミングしながら録画もしてっていうこともできるんで、まあそれでもいいんですけどね、まあそういういろいろ兼ね合いもあって、まだだからその新5アトラスから新5のこの発表状況が進展しないと、そのどれでどういうふうにやるかっていうのが決定しないんで、それでまあアバタルチューナーにも触手が伸びないっていうか、宙ぶらりな感じなので、まだ進めたくないなって。まあアバタルチューナー直接関係ないんですけど、そういうような気分で今いるわけなんですよね。まあでもいずれ何らかの形でやるとは思うんで、アバタルチューナーに関してもね、まあクリアしてしまっても、まあ問題はないでしょう。もう、あれですよね、ペルソナ5みたいに PC 版もね、同時に出してくれればね、それが一番僕にとっては好ましいんですよね。ただまあペルソナは大して好きじゃないからやらないんですけど、
あれ違うか、ペルソナ5じゃなくてペルソナ4かな。あれどっちだっけ、4か。今 PC で Steam でできるのは、まあアトラスがね、そのまあそんなにこう企業的に体力がないところではあるんですが、でも PC 版売れる。あれちょっとラグかった。 PC 版が売れるっていうのは分かったでしょうからね。なんだろう、なんか柱が立ってるな。なんとかね、その3、新3のリマスターも含めて PC で出してほしいんですよね。できればデビルサマナー、ソウルハッカーズとライドウも出してほしいですけど、ソウルハッカーズは、まあ、DS でリメイクが出たんですけど、まあ DS のシステムを PC に移行するのは大変でしょうからね、その辺は難しいとは思いますけど、まあいろいろ高望みしすぎですけどね、まあ、プレイする方法はあるのでのんびり、新女神転生5のね、この発表があれば、その状況が決まり次第、メガテンのコンテンツもね、動画も増やしていきたいと思うんですけどね。結構人いますね。まあ普通のプレイヤーなのか夫なのか何なのかよくわかんないんですけど、まあ、ボットってことはないのかな。危ない、ちょっと山肌に接触しちゃいそうになっちゃいました。やっぱいいですね、スティープはのんびりねプレイできるんで、ライダーズリパブリックもね、この感じは維持してほしいですね。これ以上上がるのは厳しいか、あっち側に行きたいんだけど、借地しちゃいそうだな。ここぐるっと回っていけばいいですかね。結構 YouTube の動画でこのスティープをやってるのを見つけて、再生してくれる人がいるんですけど、まあ多分ライダーズリパブリックを検索してその結果動画としてあるものがまあほとんどないから、
名前でね、ライダーズリパブリックでまでスティープでお茶を濁すみたいなことになってるんで、まあ、再生してみたらスティープじゃねえかっていう人が多いんじゃないかと思いますが、まあ別にね、特段意図はないし、スティープのね攻略的なことをやっても仕方がないんで、これはただのんびりこう適当に過ごしながら雑談をしていく動画のシリーズになってるので、ライダーズリパブリックがね、まあ 年内出るといいですけどね、発売されるまでは適当にねスティープでお茶を濁していく動画を続けていこうとは思いますけどね。そこにアイコンが出てるのはベースジャンプのなんか初期のチャレンジのアイコンなのかな。ちょっと眠くなってきましたねあまりにもリラックスしすぎて。さあ頂上を目指していきましょうかね。ここで旋回して風を受けながら徐々に上がっていきます。あ、風がない。当初その発売、ライダーズリパブリックは2月の予定でしたけど、2月に出すって言ってたっていうことはそれなりに開発は進んでたんだと思うんですよね。それをこれだけ延期するっていうことはやっぱ新機能を盛り込むっていうことだと思うんですね。だとしたらどう考えてもやっぱり PS5 のコントローラーへのフィードバックとしか考えられないんですよね。その結構予約が入ったからブラッシュアップする、あるいはコンテンツを増やすっていう流れではなくて、 PS5 コントローラーに対応するように、まあ、ひょっとしたらソニーから要請があったかもしれないですよね。このフィードバック、
まあ、あるいは UBI がね独自に判断したかもしれないですけど、このフィードバックが多分その PS5 が発売されていい感じだったから、それならフィードバック機能をもっと高めようと、そういう要望も例えば SNS とかにあったのかもしれないですよね。でそれを鑑みて、まあ、開発、まあ、あのパンデミックの影響もあったと思いますけども、機能をフィードバックの機能を盛り込むために1年間、まあ、約1年、まあ、1年かどうか分からないですけど、ね、数ヶ月の、開発期間を多分設けたんでしょうね。ある程度はできてるんだと思うんですけどね。自転車が気になるんだよな、どういう風になるのかな。バイクのそのモトクロスゲームみたいなのは UBI 出してますからね。だから結構そのそういうことよくあるんですよね。このゲームでこういう技術っていうか、そのプログラムを開発したから、それを他のゲームに反映させようってい いう感じで、いろいろ UBI はいろんな資産をね、この使って他の IP にこう移行していくっていうことをよくやるんですよね。だからまあ自転車は漕がなきゃいけないですけど、その漕ぐ動作と、あとはモトクロスバイクの、登ったり降りたりするのを合わせて作っていくっていう感じなのかなと思いますけどね。まあでもそのそれほどそのスティープから画期的に進化するっていうほど変化はないと思うんですよ、まあ、グラフィックとかね、そういうのは向上してるとは思いますけど、あとあのあれですよね、海の中が今のところないので、そのひょっとしたらそのなんだろう、ダイビング、海に潜る、あるいは泳ぐっていうことができれば、であと走る、ただ走ったり歩いたりするっていう機能をうまく作れば、あのトライアスロンとかね、あるいはそのなんでしょうかね、あのすごい一生懸命たくさん走って山を越えるエクストリームマラソンみたいなあるじゃないですか、ああいうのもゲームとしてできるかもしれないですよね。よし、着地しました。はい、まあこんな感じで、だらだら喋りながら非常にリラックスして、ね、眠くなってきたのでちょっと仮眠を取ってから他のゲームをやろうかなと思います。はい、じゃあ今回はここまでにしておきます。そんじゃあまた。